本日も、堀口秀俊スペシャル緊急短縮版の時間が、やってきてしまいました。本日2本目。さて今回は、先ほどのひまそらあかね様の生配信を見た感想を、語っていきたいと思います。まだ見ていない場合は、生配信を見てからの方が、より楽しめるかと思います。この動画は、ライブ感を重視するために、生配信終了後に作っていますので、軽めに話します。詳しくは、改めて明日の動画で触れるかもしれません。生配信の内容を簡潔に言うと、生間雄星弁護士が、堀口くんを守るために弁護士の肩書きをちらつかせて、警察を追い返した可能性があり、それに対して警察がガチギレして、一気にギアを上げてきたかもしれない。という話です。現時点ではあくまで推測ではあるのですが、警察の発言の変化からしても、十分あり得る話です。生間雄星弁護士は、幼い頃から周りとうまくいっていなかったらしく、ものすごいコンプレックスを抱えています。堀口くんと気が合うタイプのように見えます。堀口くんや生間雄星弁護士のような人は、他人を無意識に怒らせることがありますからね。警察を怒らせたら怖いというのは、常識だと思うのですが、雄星は若手なので知らなかったのでしょうか。警察と関わる仕事だったら、きっと感慨、我れ、恩、そして、衝撃の事実が明らかになりました。なんと学習院裁判に、あの神原先生が代理人弁護士についたのです。さすがに、それは刺さったんだ。もうね、怪しさビンビンですよ。なんで最初の方は、堀口くんが本人訴訟でやっていたのに、急に神原先生が代理人についたのでしょうか。謎は深まるばかりです。堀口くんは、ベテラン弁護士の神原先生を、自由自在に動かせるレベルの、強大な力を持っているのでしょうか。あるいは、神原先生に、堀口くんに従わなければいけないような、何か複雑な事情があるのかもしれません。例えばそうですね、堀口くんに対して、返さなければいけない借りがあるとか、適当、いやー、一体どんな事情があって、代理人についたんでしょうねー。全くわからないですねー。とぼけ、この件について、皆様に注意してほしいことがあります。生配信でも話があったように、学習院裁判の代理人に神原先生がついたということは、今後堀口くんが起こす裁判でも、神原先生が代理人になる可能性が十分考えられます。堀口くんが、きちんと報酬を支払っているのかどうかは、一旦置いといて、数段階、危険度が上がったようなものなので、訴えられるのが嫌な人は気をつけてください。最近、どうせ堀口は裁判を起こす気がない、という雰囲気が漂ってきたため、気が抜けている人がたまにいます。堀口くんがアンダーをし始めた時は、みんな警戒していて、アウトな書き込みがかなり少なかったのですが、ごく稀に気が抜けてしまっている人がいるので、ここらでもう一度注意しておこうと思います。私の場合は、神原先生からもし訴えられたら、変なダンスを踊り始めて、大喜びしますが、大抵の人は神原堀口タッグから訴えられるのは、嫌でしょう。それにしても、神原先生のような偉大なベテラン弁護士を自由に動かせるとしたら、ガチで王じゃないですか。新民たちも鼻高々です。堀口くん、神原先生とは、今後も仲良くしましょうね。笑い、個人的に、今私が訴えられたい弁護士のツートップは、ガールズバーに強い弁護士と、神原弁護士の2名です。神原先生、お願いします。あなたの、面白お気持ち訴状、を全力で監禁したいので、今すぐ訴えてきてください。何でもしますから、最後までご視聴ありがとうございました。